慶大、清原翔吾、無念の指名漏れ、ドラフト会議3時間半経過も名前呼ばれず、沈黙の会見場。24日、都内で開催された、プロ野球ドラフト会議、サポーテッドバイ、リポビタン D において、慶応大学の内野手、清原翔吾選手は指名を逃しました。ドラフトが開始してから約3時間半、育成枠のドラフトが終了するまで名前が呼ばれることはなく、父と同じプロ野球の道に進むことは叶いませんでした。先月、プロ志望届を提出した際、指名されなかった場合は特に考えていません、と語っていましたが、その失意は計り知れません。小学3年生で、オールアダブで野球を始めた清原選手ですが、父が有名人であることから重圧を感じ、目を背けたくなった、と話しています。中学ではバレーボール部、高校時代はアメリカンフットボール部に所属し、野球から遠ざかっていました。しかし、6年間のブランクを経て慶応大学で硬式野球部に入部。父が PL 学園で5期連続で甲子園に出場し、ドラフト1位で西武入りしたのとは対照的な道のりでしたが、清原選手は、心が折れそうになった、と振り返りつつも、地道な努力を続けました。そして2年秋の早慶戦でリーグ戦デビューを果たし、今春のリーグ戦では4番1塁としてレギュラーの座をつかみ、1塁手のベストナインも獲得するまで成長しました。6月には侍ジャパン大学代表の候補に選ばれるなど、その実力を評価されました。中学高校で野球から離れていた清原選手が再び硬式野球に本格的に取り組んだのは大学に入ってから。しかしその短期間での成長は著しく、東京六大学リーグでも4番に定着するほどの打撃力を身につけました。ドラフトで指名されなかった清原選手の今後の進路はまだ決まっていません。中尾氏は、打撃には伸びしろがあり、本人が続ける意欲があるなら独立リーグや社会人クラブチームでの挑戦も一つの道です、と語ります。若いからこそできる挑戦を進める中尾氏は、夢を捨てきれないなら挑戦する価値があると背中を押しています。社会人野球へ進む場合、再びドラフト対象となるのは最短で2年後ですが、独立リーグでのプレーなら来年も指名のチャンスがあります。指名漏れの理由について中尾氏は、守れるポジションがファーストのみであること、足は速いですが外野守備への対応に難がありましたと指摘。またプロではファーストは強打者や外国人選手が多く守るポジションであり、特に強打でないとレギュラー定着は難しいと言います。さらに打撃についても、パワーはあるものの内角の速球対応や変化球の見極めに課題があるとのこと。今後の挑戦でどのように成長するのかが注目されています。